ご視聴ありがとうございます。今回は、80年代に空前の大ブームとなり、現在も変わらぬ人気を誇る、機動戦士ガンダムのプラモデル、通称、ガンプラの誕生物語を、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。1979年、記念すべき、第1作目となる、初代、機動戦士ガンダムが放映される。しかし、予定されていた、前後12話を、全うすることができず、放映途中の、43話で打ち切りとなってしまう。その後、再放送や、劇場版が公開されるようになると、若者を中心に、今までにない、リアルロボットものとして、ファンから支持されるようになり、やがて、大ブームを巻き起こすことになるんだ。その中でも、この熱気の、先導役となったのが、ガンプラだったんだ。ウプ主の個人的な、思い出で恐縮なのですが、ガンダムブームの頃は、まだ、低学年の小学生だった頃、子供心に、機動戦士ガンダムの登場は、なぜかワクワクする魅力的なものに、感じたのを覚えています。このロボットの、プラモデルが欲しい。と、早速プラモ屋さんに、300円を握りしめて、何度も通い詰め。お目当てのガンダムはいつも売れ切れていて、店頭に残っていたのは、ボールや、無彩しかないというありさま。ガンダムか、シャア専用作が、欲しい。と、願いながら、結局、人気のモビルスーツは、最後まで入手できなかったという、淡い思い出が残っています。ということで、あの熱気を生んだガンプラがいかにして、生まれ、どのようにブームになっていったのかを。今回は、バンダイ模型を中心に、プラモデルの誕生、60年代の怪獣ブームや、70年代のアニメブーム、そして特撮ヒーローの誕生など、キャラクターモデルの成り立ちから、ガンプラ誕生までの道のりをご紹介させていただきます。ガンダムへの道、史上初、キャラクターモデルの誕生。この物語の始まりは、その後、ガンプラへと受け継がれてゆく、国産初のキャラクターモデルの登場から始まるんだ。1960年、日本は高度経済成長の頂点を迎え、所得倍増が流行語として、大衆に活力を与え、若い女性を中心に、抱っこちゃん人形が、世の中を彩った頃、カラーテレビの放送も始まり、この大衆社会に押し寄せる、経済成長という、うねりの中で、子供たちの娯楽社会にも、変化の兆しが見え始めていた。この年、静岡を拠点に生まれた、今井化学が、国産プラモデル史上初の、キャラクターモデル、鉄人28号を発売したんだ。この作品の原作は、月刊誌、少年に連載されていた、人気漫画で、テレビでも放映されていたんだ。日本のプラモデル市場が、まだ、黎明期の中、しかも、子供向けおもちゃといえば、当時は、ブリキのおもちゃが主流の時代。人気漫画を、プラモデルで再現するというのは、画期的な出来事だったんだ。さらに2年後の、62年には、歩く、プラスチックモデルを、キャッチフレーズに、ゴム動力ギミック付きの、キャラクターモデル。鉄人28号や、鉄腕アトム、長島くん、そして、ロボット一家など、60年代を感じさせてくれる、マスコットシリーズが発売されるんだ。やがて、このメーカーは、キャラクターモデルの先駆者として、ライバルメーカーとは、一線を画す、漫画キャラのプラモデル化という、独自路線を展開していくことになるんだ。そもそも、日本でプラモデルが誕生したのは、戦後間もない、50年代のこと。東京浅草で誕生した、マルサン商店という、おもちゃメーカーが、アメリカの精巧な、飛行機や、戦車、自動車モデルを輸入したのが、その始まりなんだ。その4年後の、58年には、いよいよ、国産初のプラモデルが登場する。それが、アメリカの原子力潜水艦、ノーチラス号なんだ。これを契機に、現在も活躍する、日本模型や、ダミア、長谷川製作所などの、模型メーカーが続き、ミリタリーモデルを中心に、国内模型市場を優勢へと、導いていくことになるんだ。そして、この新しいプラモデルという、遊びを後押ししたのが、軍艦や飛行機、戦車などの、戦機ブームなんだ。今も昔も変わらず、少年たちはやはり、メカが大好きなようで、少年誌で紹介されていた戦艦や、戦闘機、戦車は、戦後生まれの子供たちに、未知の乗り物に移り、少年たちを、ワクワクさせていたんだ。そして、ロボットアニメーションのルーツとも言える作品が、この頃登場する。その動画は、こちらになります。アニメ版、鉄人28号が、再び、
お茶の間に登場したんだ。物語の見せ場に、鉄人と悪役ロボットの肉弾戦を盛り込んだ展開は、実写版では表現できない、ロボットのスピード感や、漫画では得られない、動くアクションを目の当たりにした、視聴者を驚かせることに。これに敏感に反応したのが、漫画を愛読していた、中学生や、高校の若者たちではなく、その後、第一次テレビ世代と呼ばれるようになる、低年齢層の、子供たちだったんだ。彼らから、絶大な支持を得ることになる、このロボットキャラを、大人たちも、黙って見過ごすわけもなく、スポンサーの、江崎グリコをはじめとする、菓子類をはじめ、他社メーカーからも、関連商品が、次々と発売されることになるんだ。そして、プラモデル業界で、このブームの兆しを察知したのが、キャラクターモデルが、お箱の、今井化学なんだ。このメーカーは、前回のモデルから、パッケージを刷新し、再び、鉄人28号を登場させるんだ。そして、この商品展開は、大当たりテレビ放映と、連動するように、このプラモデルの人気が沸騰し、やがて、子供たちの間では、キャラクターモデルなら、今井と、言われるようになるんだ。この商品の成功から、このメーカーは、市場で、キャラクターモデルという、新しいジャンルを確立させることに、成功するんだ。こうして、機動戦士ガンダムまで受け継がれてゆく、ロボットモデルの系譜が始まる。当時の、外国製のプラモデルといえば、少し懐の豊かな、お父さんが、お気に入りのモデルを、自室に飾るという、ミニチュアモデルが主力商品の時代に。一方で、国内のプラモデルメーカーが、売り出していたのは、走る、光る、回るという、ギミックが内蔵された、動くプラモデルだったんだ。そう、日本では、海外のプラモデル文化とは、違う楽しみ方の、遊ぶことを目的にした、モデルが支持されていたんだ。しかし、子供たちをターゲットにした、業界の怖さを思い知る事態が、業界を襲う。64年になると、あれほど盛り上がりを見せていた、戦艦や、戦闘機、戦車の売れ行きが、急激に落ちてゆくんだ。そう、戦機ブームの、熱気も衰え。やがて、プラモデル業界に、冬の時代が訪れることになるんだ。このブームの終焉から、有力メーカーの倒産が相次ぎ、先行き不透明な気配が、業界内に立ち込める。そんな中、勢いよく前に突き進んでいたメーカーが、存在していた。それが、キャラクターモデルを中心に、商品展開を進めていた、今井化学なんだ。この頃、子供たちが、夢中になっていたものは、こちらになります。子供たちは、戦艦や戦車などの、戦機ものより、テレビ漫画で人気の、商品を支持するようになり、それはウルトラ Q を、はじめとする、ウルトラマンシリーズの影響から、後に第一次、怪獣ブームと呼ばれるようになる、社会現象が起こっていたんだ。そんな時代の背景の中、おもちゃ業界で少しずつ頭角を、表し始めていた、バンダイにも、模型業界への参入の機会が、突然訪れる。バンダイ模型の、誕生。子供たちをターゲットにした、おもちゃ業界が、テレビで人気のキャラクターモデルに、夢中になる状況を、黙って見ているわけもなく。そんな中、前陣を切ったのが、製造メーカーとして生まれ、おもちゃ業界最大の、商品開発陣を擁し、技術力に定評のある、トミーなんだ。このメーカーは、その高い開発力から、プラスチック製おもちゃの、戦車を完成させ、プラモデル市場に、送り出すことに成功する。一方で、同じ業界の、宝や、米沢などの、その他のおもちゃメーカーは、参入機会を伺うも、活路を生み出せず、依然として足踏み状態を続けていたんだ。そんな中、問屋業からスタートし、流通で強みを発揮する、バンダイも、ライバルメーカーに遅れまいと、虎視眈々と、業界への参入を狙っていた。そんなバンダイに、突然、思わぬところから、業界への扉を開ける出来事が、訪れる。それは、レーシングカーシリーズで協力関係にある、模型メーカーの小暮が、経営破綻に陥ってしまい、この時、友好関係にあった、小暮の絵を受け、所有していた、プラモデルの金型を買い取ることになったんだ。譲り受けた金型とは、外国車、十数点と、F1 カーが、3点ほど。この絶好の機会に、このメーカーは、いち早く対応。本社内に、技術者2名、営業担当3名の、計5名体制で、模型部が発足されることになったんだ。ここから、バンダイの、ガンプラまで続く、長く険しい、プラモデル業界での、悪戦苦闘の戦いが始まる。そして、このメーカーは、小暮のノウハウを活かし、商品化へと動き出す。しかし、プラモデル作りのノウハウが、全くないバンダイは、当面の間引き継いだ、金型を商品の主軸として、頼らざる得ず。だが将来を見通すと、自社開発モデルを生み出すことが、不可欠だったんだ。そこで、小暮から引き継いだ、商品ラインとは別に、自社設計した、新規金型を用いて、商品開発に挑戦することになるんだ。そして、翌年の春には、
ダイナミックシリーズと銘打ち、自動車モデルシリーズを展開する。手始めに、スポーツカーとして人気の、ムスタングや、フォード GT を発売。模型メーカーとして、歴史的な、第一歩を踏み出すことに。しかし、模型市場に参入した、新参者のバンダイに対する、業界の風当たりは、決して良いものではなかったんだ。おもちゃ屋に、模型ユーザーを満足させられるだけの、商品が作れるわけがない。すぐに退散するのが、関の山。といった声が、業界のあちらこちらから聞こえてくる。プラモデル業界には、おもちゃ屋は、子供向けの商品作り。我々は、大人のための、ものづくりをしているのだ。という、意識が根強く。おもちゃ業界出身の、バンダイとは、ものづくりの考え方に、大きな隔たりが存在していたんだ。そのため、ようやく立ち上げたばかりの、バンダイの営業マンは、営業先の模型店で、店主にまともに取り合ってもらえない経験を、嫌というほど味わうことに。それだけに、バンダイ社内では、模型業界に認められる、自社開発商品の登場を、待ち望んでいたんだ。そして、自動車モデルシリーズを展開してから、2ヶ月後、ようやく悲願の自社開発商品を、発売することに。それが、イタリアの名車、アルファロメオなんだ。この記念すべき、第1号の商品の市場の、評判は、というと。何が多くて、品質は、最悪。ユーザーに作る気を起こさせられなければ、プラモデルとは呼べない。極めつけは、バンダイは、おもちゃだけ作っていれば、良いもな。と、回想が期待された、この商品は、業界から、脳を突きつけられ、大失速。店頭から、2ヶ月も持たずに、消えることになってしまうんだ。この失敗から、バンダイは、自社開発商品で市場を、納得させることができなければ、一人前の模型メーカーとして、認めてもらえない。と、改めて、この業界で、生き残ることの難しさを、実感させられるんだ。イギリスからやってきた、ミニチュアワークがブームを巻き起こす。一方で、おもちゃ業界に目を向けると、バンダイおもちゃ事業を飛躍させる、大きな波がやってこようとしていた。子供たちの間では、遠い、イギリスからやってきた、人形劇が、桶の間で大ブームを巻き起こす。それが、こちらの作品。そう、67年から起きた、空前の、サンダーバードブームなんだ。この作品の関連商品を、売り出そうとしていたのが、バンダイと、今井化学だったんだ。両者は、おもちゃを扱うバンダイと、プラモデルを担当する、今井化学として、共同戦線を張り、サンダーバード人気を、追い風にして、急成長することになるんだ。この作品の成功が、その後、バンダイの方向性を決定する、大きな分岐点となり、これ以降、商品の主軸を、キャラクター商品を中心にした、メーカーとしての道を、突き進んでいくことになるんだ。しかし、ミニチュアワークを使った特撮ものである、後続作品では、二人三脚で、ブームの波に乗っていた、今井化学との共同戦線が、乱れることに。その作品とは、こちらになります。前作と同じ、ミニチュアワークを使った特撮ものの、キャプテンスカーレットなんだ。プラモデルを担当している、今井化学は、勢いに乗っている、今こそ、商品展開をもっと広げ、攻めるべきな。一方の、バンダイは、確かに、ミニチュアワークモデルは、売れ行きが順調だが、次の作品も、ヒットするとは限らない。ここは、少しずつ商品を送り出し、この先の販売状況によって、攻めるか、引くかを、見極めた方がいいのでは。と、拡大路線を進める、今井化学と、慎重論を唱える、バンダイとの間に、商品展開における方針に、違いが生まれ始めていたんだ。結局、この時の見極めの違いが、両者の命運を決めることに。二の足を踏む、バンダイとは対照的に、今井化学は、強気に攻め、同時期に、キャプテンスカーレットばかりでなく、マイティジャックのモデル化にも、乗り出していたんだ。しかし、社会の関心が、この年開催された、メキシコオリンピックに集まる中、子供たちの興味も、また別のものに変化していた。そう、第一次、怪獣ブームに熱狂した、彼らの関心は、特撮作品から、黄金バットや、マッハ、ゴーゴーゴー、巨人の星、サイボーグ、ジノジゴナイン、などの、テレビアニメーションに注がれるようになっていたんだ。特撮ブームは終わりを告げ、新たなアニメーションという、新しい時代が、やってきていたんだ。この余波から、特撮作品は、冬の時代へと突入し、時代の変化を読み切れなかった、今井化学は、大きなダメージを受けることになるんだ。69年、バンダイ本社で重大な記者会見が、行われようとしていた。その内容とは、我が社は、これまで協力関係にあった、今井化学さんの、金型及び、生産、販売部門を、バンダイが引き継ぐことになります。と、発表されたんだ。今井は、過剰生産による、大量在庫で、経営に行き詰まり、資産を譲り渡すところまで、追い詰められていたんだ。とどめを刺したのは、
強気に挑んだ、キャプテンスカーレットと、マイティジャックが、不発に終わったこと。このメーカーは、子供たちの関心の変化を、見極めることができず。こうして、キャラクターモデルを開拓してきた、先駆者が消滅し、その資産を、バンダイが受け継ぐことになるんだ。こうして、激動の60年代が、終わりを告げ、時代は万国博覧会で、日本全土が沸き立つ、70年代に突入していく。この頃、バンダイ模型は、自動車モデルを中心に、販路を開拓しようとしていたものの、業界の壁は厚く、なかなか業績を伸ばせないでいた。そんな、バンダイに思わぬ、救世主がやってくる。もしかしたら、視聴者の中でも遊んだことがあるかもしれない。この商品が登場する。それが、今井化学の金型を活かして、投入された、昆虫シリーズなんだ。それは、70年代の経済成長の中、子供たちの環境が、大きく変化していたことが、影響しているんだ。全国至るところで、土地開発が進み、すでに、昆虫は都会の日常生活から、遠い存在になっていた。そういった社会環境の、変化から、カブトムシや、ノコギリクワガタが、欲しい。と、夏休みに入る7月末から、昆虫シリーズがにわかに、子供たちの関心を集めていたんだ。この昆虫シリーズは、羽を出して飛び立つように売れまくり、市場参入で苦しんでいた、バンダイに、業界での基盤を固めることを、手助けすることになるんだ。さらに、この年にバンダイにとって記念すべき商品が、誕生する。悲願の自社開発による、新商品。国産車モデルを発売することになるんだ。これまで、自社開発モデルを、なかなか評価されなかったバンダイが、この頃から、業界から認められる品質に、達したとして、ダイナミックシリーズの人気が、急上昇し始めたんだ。この他にも、堅調な売れ行きを見せる、大型クラシックカーシリーズや、保線、武道シリーズなどを揃え、商品ラインナップは、着実に厚みを増していくことに。こうして、小暮や、今井化学の資産を引き継ぎ、業界での基盤を確保できたとして、それまで、本社の一部署に留まっていた、模型部門は、晴れて、一つの独立した会社として、独り立ちできるようになったんだ。こうして、71年、株式会社バンダイ模型が、設立されることになるんだ。特撮ヒーロー、あらわぬー。新体制のもと、ここで現在まで人気シリーズとして、子供たちを賑わせることになるヒーローが、ブラウン管に登場する。それは、視聴者の方も、子供時代夢中になった、思い出があるかもしれない、特撮ヒーローたち。それでは、その懐かしい映像をご覧ください。そう、漫画家、石ノ森章太郎さん原作の、仮面ライダーが放映されたんだ。この夏に発売された、仮面ライダーモデルは、この作品の人気に乗り、大ヒット商品になるんだ。口火を切ったのは、ゼンマイ装甲の仮面ライダー。ゼンマイボックスの取り外しができて、走らせてもよし、飾ってもよしといった、遊びの用途使いで、斬新さをアピール。小サイズの、マスコットモデルは、仮面ライダーの、マスク脱却式ギミックが、遊び心を刺激し。さらに、両商品ともに、パッケージイラストには、空想絵画の巨匠、小松崎茂さんを起用する。次々と入る、注文数に対応するには、社内の生産ラインだけでは追いつかず、協力工場と連携しながら、月産、8万個体制で生産されることに。そして、発売から1年で、ゼンマイライダーは、2万個、マスコットライダーは、8万個を記録し、バンダイ模型の船出に、弾みをつけることになるんだ。これ以降も、このシリーズから、仮面ライダー V3、X、ストロンガー、アマゾンと、テレビ作品に連動しながら、次々に商品を送り出し。こうして、このシリーズは、コレクションの充実度を、ますます高めてゆき、現在も続く、大シリーズへと、発展していくことになるんだ。ちなみにウプ主は、見た目がかっこいいという、単純な理由で、仮面ライダー V3 が、一番好きでした。こうして、バンダイ模型は、ダイナミックシリーズを、手始めに、昆虫シリーズ、仮面ライダーシリーズと着実に、プラモデル業界に地盤を、築いてゆくことになるんだ。一方で、実在するものをモデル化する、スケールモデルの世界では、大きな存在感を、放っていた、あるモデルメーカーが、新たなブームを、作り出そうとしていた。今回は、ここまで。次回は、巨人タミヤの、ジオラマブームの到来から、スーパーカーブーム、そして、なぜか懐かしい、デコトラの誕生をご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。